こんにちは、ユアーズです。今回はホンダベゼル専用 T1650W バックランプ LED のご紹介です。新型ベゼル、フロントはフル LED なのにリアはバックランプもウィンカーも電球。できれば全部 LED で統一したいですよね。前回はウィンカーの交換方法をご紹介しましたが、今回はバックランプの LED 化の方法です。ユアーズのバックランプは 50W の光量で超爆光、とても明るい LED なのでバックカメラも見やすく、ファッション性も視認性も格段にアップ。こちらのバルブは360度無死角照射、リフレクターの反射を考慮した設計で拡散性が大幅にアップ。 LED 基板、ヒートシンクともに角度をつけ、LED チップの発光を効率よく拡散させ、リフレクターの反射も最大限活用できるように製造しました。1粒 5W の次世代 LED を4箇所、側面に 40W 配置。バルブトップに2粒で 10W、 トップ部分には新設計の超広角プロジェクターレンズを使用し、前方への驚愕的な照射を確保しています。アルミヒートシンク採用で放熱対策もバッチリです。ユアーズ独自の設計によって理想の光量、廃光が実現した完全ユアーズオリジナルの LED バルブです。取り付け方の紹介です。リアゲート部分の内張り2箇所のカバーを外し作業します。カバーのくぼみがある部分に内張り剥がしを入れ、浮かせ外してください。バックランプのソケットを反時計回りに回し引き出してください。バルブの熱に注意して純正球を引き外してください。 LED バルブを取り付けます。ソケットにバルブを差し込み取り付けてください。無極性なので向きはどちらでも大丈夫です。ソケットを時計回りに回して取り付けてください。カバーを取り付けて完了です。反対側も同じように作業してください。作業終了です。バルブ交換でバックランプを澄み切った純白色に。純正球とは比較にならないキレのある明るさを、ぜひあなたの愛車でご体感ください。この動画が参考になったという方はグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。